だよ、始まりました、ぶちきチャンネルです。さあ、今回はハローそこらへん、ハローそこら出たよ、ハローそこらへん。そして、お、なんと初登場の Hey guys! バイリンガールやるの。はい、これないんですか。あ、これはですね、ちょっともう闇に葬りました。闇に葬ったんですか。もっちゃんです、はい、ないの。もっちゃんです。クロレッシュなの。これ森てっちゃんですとかやりたかったのに。まあ、M つながり、 M 同士ね、 M つながり、 S ですからね。俺と K です。カンタロウなんです。 S カンタロウ、 S どっから出て、あ、鈴木ね、 S 忘れてたの、自分の名前では。そんな二人なんですけども、カンタロウさんはまあ海外生活長かったし、 I have been toin foreign country. I have been to live in foreign country for 7 years. さあ、今の間違った英語を直してみよう。はい、はい、I had been to lived in、ね、lived in for in foreign country for 7 years. So I can speak English so fluently. 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 ね。はい。そしてもっちゃんは何と言ったって東京ユニバーシティじゃなくて The University of Tokyo の方をね出ておられますので、腐ってもたい。そんな二人を戦わせてみようということで、桜見てるチャンネル、やめてください、やめてください。この本なんですね、はい、あ、これそう、床に落ちてるやつ。俺んちの床に落ちてるやつ、ひどすぎる。そうね、こうちゃんとカンタロウさんにね、このサインまでしてるんですけど、じゃあ二人メルカリで売らないようにね。そう、メルカリで売られないようにやってるんですが、はい、じゃあ二人に解いてもらおうと思います。はい、あと232ページのチェックテスト、チェックテスト、チェックテスト10をお二人に解いてもらいます。ちょっと見ながらやるの。そう、もう噛んでいくぞ。これだってさ、はい、こうでも4分。いや、ちょっと言わないで、はい、喋らないで、はい、4分です。 It is not、はい、This coupon is valid until the 有効なんでしょ？ Valid. It is possible to the legal. Legal mind でしょ？この legal mind の legal だっけこれ？これ、いや、そんな敵に聞いてどうする？これリーガルマインドのリーガルじゃない？敵に聞いてどうするの？これリーガル？ Yes, yes. これリーガルマインドのリーガル？ It is… え、リーガルはリーガルマインドのリーガルでしょ？聞かない、聞かない、トイックで聞けんか、答え聞かないでしょ？あ、リーガルまた1個一応もうリーガルマインドのリーガル、これリーガルマインドのリーガル、はいはいはい、もう一問も解いてない、まだ、はい、書いてください。リーガルの反対をしてリーガルの対義はインリーガル、書いてください。さあ、書いてもらう、カンニングしていい、ダメだ、ダメじゃん、チーティングチーティング OK、 適当でいいから書いてもらう、適当でいいと思って、だって4分の1が8乗だったら2の16乗だから2481ぐらいの、あの、もう自信がないのが8と3、自信があるのがね、早く書いて、簡単さ、これトーイック無理ですね、わからない問題はこうパッパッと飛ばして、消去法、消去法。 The company replaced its、 もうそろそろ匠さんも終わるんじゃないですか、踊ってる、defective。 The company replaced its、 お、足入ってないって映像。The company replaced its… The company replaced its… これが流れるともすごいですね。こ、多分ここがメインになる。ディフェクト。早く、カンタロウさん。ここがメインになる。It's defect。足。これで私がめっちゃ間違ったはずいな。全部そこはかとなく自信がない。そこはかとなく。He is a… そこはかとなく。自信がない。さあ、やっと終わった。いや、違う。やっと終わった。全部少しずつ自信がありません。いました、匠さん、はい、さあ、やっと匠さんの答えが3、ね、これで3人の英語力測れるから、も、ね、もっちゃんとかんかん、続き書いてる、あ、こっちかんたろみたいな、こっちかんたろみたいになっちゃった、匠さんがかんたろみたいにした、あ、匠さんの切れてる、大丈夫、こんな感じ、ギリ大丈夫。何それ、ドラえもんだ、うまい、カンタロウ、あ、俺ドラえもんなの、もう前に一回書いてあの国民的人気キャラクターでいいんですね、私、そうそうそう、ということで、おい、じゃあツイッター見てないですか、俺ここまで全部書いたのに、俺、あ、そう、知らない、だって I have never concerned だから、お、さあ、たくみさんの回答もやってまりました、お、お、全然違う、
お、あー、釣れた。全然違う。お、たくみさんともっちゃんは1個だけ違いますね。一つだけ。怖い。わかんないですよ、もっちゃんも間違ってるかもしれないですよ、うん、あ、俺はもう関係ない、私は全部少しずつ死んで。じゃあ行きますね、答え発表します。はい、1問目、答えは B です。イエーイ。 B、 もっちゃんとたくみさんが正解です。かんたろうさん、罰だよ、なんで丸してんの。なんで丸してんの。罰。はい、2問目、答えは A です。あ、たくみさんとぼっちゃん正解で、ちょっとちょっとズルしないで。はい、続いて3番、答えは3番どれですか。あ、全員 C、 全員 C ですね、正解です。おー、全員 C 正解。ね、花丸してる一人だけ。4番、ここが分かれてます。あ、たくみさんとぼっちゃんが分かれてますね。4番、答えは D です。うわー、たくみさんが正解です。で、5番、5番は B です。あ、5番 B、 はい、はい、6番つけすぎ B、 はい、いってますね。7番、間違って間違ってる。7番、 C、 うーん、どばですね。で、8番が A。 おお、あ、変えたところがちゃんと合ってたな。これあれでしょ、部屋にいないたくみさんがトップということで、全問正解。怪しい。全問正解ということで、これ2位ですね。なんでちょっと待ってください。もう何個あってるか分かんなくなっちゃったでしょ。え、簡単でした？はい、簡単すぎましたということで、たくみさんの。だってさ、俺がバカなことだけを晒す動画とか作っていいの？え、できなかったんですか？トイックプロジェクトやってる。お前が勝手やじると俺は嫌だったよ。もっちゃん、あ、ここどうしたんですか、これは。4番、 I'm calling to ですね、はい、これはなんとかクワイヤー系なのは分かったんですけど、ね、はい、アクワイヤー、リクワイヤー、インクワイヤーの違いが分かりませんでした。なるほど、インクワイヤーだけが自動詞ですね。うん、なるほど。インクワイヤーパート、問い合わせをするなんとかについて聞くっていう表現です。知ってますか？ I know うそん。はい、I know everything。 これだけが残念だったわけですが、他は全然知ってました？アクネームでとか知ってました？いや、これはなんとなく受け身かな。やってきた、やってきた、1位がやってきた。帰れ帰れ、1位が、1位がやってきた。映りたい、映りたいだろ。俺だけ1位取ったってところだけ映りたいです。あ、満点だからね。1人だけ満点。だって裏でチートしたでしょ。チートしたチートしたって、俺だって回答送ってもらって、送ってどうした、こんな3点しか取れて。チートした、チート。たくみさんの解説できるぐらい。チーティング野郎。え、これすぐ分かりました。1番、はい、アクレイムで知ってました？称賛するアクレイム。おー、知ってる。そう、称賛されてたってことですね。なんとなく受け身っぽいなと思って2番にしました。なるほど。 B アプロプレートは大丈夫でした？この先生、アプロプレートは大丈夫でした。はい、知ってます。なんで俺に聞かないの？ Why don't you ask me? アプロプレート、間違ってる。アプロプレートはね、発音はできたけど知らなかった。意味知ってますか？アプロプレートは適切な。おー、さすがですね。3番 C、 あ、defective、 はい、形容詞が入るっていうのはすぐに分かりました、はい、ディフェクティブプロダクト。ちょっと A と悩んで、でも形容詞だよなと思って変えました。すごい、俺もそう思いました。めちゃめちゃ俺らめちゃめちゃ背中しか向けてない YouTuber。 はい、はい、ね、そうです、そうです、正解です。ディフェクティブね、インクワイアーだけ。あ、たくみさんだけインクワイアー知ってたと。え、他だって全部たどり着かないですか？あ、さっき聞いてた、さっき聞いてたな、これ。いやいや、じゃなきゃインクワイアー選ばないでしょ。そうそう、インクワイアー、意味は、インクワイアー尋ねるとかね。あ、正解です。はい、正解、さすが。あれ、無口。たくみさんはあの大学時代陰キャすぎて TOEIC の勉強してすることがなかったそうです。いや、まあ半分合ってます。そう、TOEIC ね、900。なんでだけど、その美容に映らない1位と裏、なんか映らないで満点で一番かっこいいからな。5番、これは副詞入るっていうのはすぐ分かりました。はい、これはすぐ分かりました。これもたくみさんすぐ分かって、はい、6番もすぐ分かった感じですか？Mr. Hunt's prediction。 あ、はい、あ、これはなんか名詞が入るというのが分かりました。省略があるんで、手前に省略を、さすが。そして Responsible for はどうでしょう。 Be responsible for は、うん、これは知ってました？ Responsibility、 責任。そう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 、 Be responsible for ですね。形容詞の方ですね。そう、形容詞、全然思いっきり違うのを選んでないですか？はい、でこの本で勉強したから間違えたんじゃないかと思ったけど、つか、だってこの本で全部答え載ってんのに。
これチェックテストだから、これこの本間違ったこと教えてんやろ。チェックテストだから、ろくな本じゃねえなこれな。静かにしてください、はいはい、最後バレット知ってました。これはなんかなんとなくバリットかなと。でもまあそっか、理系の方がまあちょっと、まあ、なんか効果がありそうな感じの言葉じゃないの。起源的なものだろうな。そう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 、有効な効果がありそうなね。バリバリそうです、バリット、ちょっと B と悩んじゃいました。おさすが、知ってますね。だから、ね、できたじゃん、俺。はい、できてます、バッドリーズ。できてんだって。どうですか、もっちゃ英語触れる機会はあるんですか。いや、今は全くありません。そうなん、すごいな、面接してるみたい。今は全くありません。え、たくさん触れる機会あるんですか、英語は。いや、もう最近は大学院の時でも毎日でも英語の論文を読んだ。おー、そこが。俺はいつも、森田先生と一応英語でコミュニケーションします。全然してない。してるじゃん。ということで、今回はもっちゃんが一問見せ、たくみさんが全問正解。あと多分こう画角に入ってない。やっぱり大学受験でしっかり文法を学ぶということが大切ということは分かりました。すげえマウント取られた。ちゃんと大学受験で勉強しましょう。腐っても東大なんですから、ね、腐ってもとか言わないということで、はい、今回英語の実力が見れたんじゃないでしょうか。はい、また。いや、よかった、はい、一問ミスで、はい、またコメントよかった、ごめんなさい、はい、ということでした。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。